はいどうも、ゲロです。というわけで、今回ご紹介するのがですね、こちらアディダスボックスフィットグローブです。はい、こちらサイズは14オンスなんですけども、ボックスフィットということでフィットネス向けの安価なモデルでして、結構ね、これ買った時は3500円ぐらいの安いものでした。ただ、やっぱりね、一流スポーツメーカーのアディダスが出しているものなので、品質に関しては本当にこの値段っていうようなものを感じましたね。競技は合皮です、ポリウレタンなんですけども、なので、本革ほどやっぱりね、耐久力はありません。ただ普通の PU よりも、いいもの、 PU3G イノベーションとかいうものを使ってるみたいで、確かにね、耐久力普通の PU よりもあるなっていうのは感じています。 PU って結構すぐに剥がれてきちゃうっていうことがあるんですけど、これはまだね、買って1年半ぐらい経ってるんですけども、まだね、劣化はしていません。はい、で特徴を見ていきましょう。でまずパッドなんですけど、パッドはやっぱりアディダスのグローブの典型例としまして、この甲がそんなに厚くなくて、この正面の打面が厚いというものです。で結構柔らかめです。反発力が強いタイプのクッションを使っています。アマチュアボクシングの試合用グローブなんかと同じで、なかなか効かないような作りのグローブですね。なので逆に言うとですね、拳のダイレクトな打ち応えっていうのはあまり感じられないグローブです。スパーリングとかそっちの方が向いてるかなと個人的には思うものです。はい、それからね、ここちょっとマジックテープを外していきましょう。マジックテープ根元のところですね、こんな感じでゴムがついていて、しっかりとね、このゴムで締め付けられるようになっているので、フィット感はすごくいいです。で内側ですね、この甲の側はね、ナイロンが貼られていて、こっち手のひら側がメッシュになっています。なのでかなり乾きやすいなっていうのは感じますね。でそれからここにゴムが入っていて、手のひらのあたりも結構締め付けが強くなってフィットをするようになっています。でここの、ね、クッションかなり硬いです。なので防御力しっかりしてるなっていう印象がありまして、例えば蹴りをここで受けたりしても、ね、腕が折れたりとかしないようになっているんじゃないかなという気がします。ではちょっとつけていきましょう。はい、よし。リストベルトは長すぎるということはないですね。結構きつめに巻いてもこんなことなんです。結構ね、余りますね、ここのところは。はい、こんな感じでゴムが伸びて締め付けています。でここでちょっとよれるんで、ね、調整してあげるといい感じになりますね。で親指はかなりこうまっすぐ上の方に向き気味ですね。全然曲がったりはしてないんですけど、すごく握りやすいです。ここもね、結構急カーブになっているので、軽い力で握れてすごくいいですね。はい、でやっぱり当たった時の感触っていうのはかなりクッションが厚いなという感じで、で横幅がちょっとね、狭い分こっちにクッションが厚くなっているっていうのもあると思うんで、かなりそのダメージの緩和とか衝撃吸収っていう部分に重きを置いたグローブじゃないかなっていうふうに感じます。でそれからね、この手のひら側、この握り棒の周辺なんですけど、この握り棒も、はい、ここが縫い付けられているんですね。なので棒が動いちゃってちょっと握りのサポートが甘くなるっていうことは全くないです。しっかり固定されてます。そしてここメッシュになっているので、やっぱり指先ってすごく汗がたまると思うんですよね。特にこのボクシンググローブの内部で、この指先のところって乾きにくいんですけども、ここがメッシュになっていることで非常にね、使い勝手のいいものになっています。やっぱりフィットネスでやってる方って特に臭いの嫌じゃないですか。もちろんガチでやってる人も臭いの嫌なんですけど、こういうものね、安価なモデルながらここがメッシュになってるっていうのはね、非常にね、ありがたい、ね、機能だと思います。そしてここにフィンガーチップも入っています。なのでしっかりとね、握りもサポートされていて、いい握り心地です。はい、でここにもちょっとね、軽くスポンジは入ってるんですけども、そんなに厚くないので、ここのところはね、そんなに防御力は高くないですけど、フィット感を高める程度の効果はありますね。はい、やっぱりね、フィットネス向けのモデルということで、サンドバッグとかミット打ちに使う方が多いとは思うんですけども、その初心者向けに
この厚いクッションで手にダメージがいかないようになっているという点では確かにね、まあ軽く使う人向けなのかなという気がするんですけど、私の目から見てこれは非常にねスパーリングに向いているというふうに感じます。確かにスパーリングって摩耗が激しいんですけど、ただこのクッションの感じは本当にスパーリングに適しています。なので、まあ、選手レベルの人がちょっと替えの安いグローブ欲しいなっていう時は、ね、こういうモデルもありなのかなという気がします。まあ、ちょっと1世代前のモデルではあるので今は扱ってるところも少なくはなってるかもしれないんですけども、このグローブはね値段からちょっと想像できないぐらい握りもいいし衝撃吸収力もいいしで、まあちょっと手首はそんなに安定はしないんですけど使いやすいものじゃないかなと思っています。なのでこれ、福地道場に寄付しました。はい、それでは今回のグローブレビューこんなところでおしまいにします。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた